皆さんこんにちは。展示会事務局の高桑です。この動画ではオンライン来場商談サービスについてご紹介いたします。ご覧の3つのステップに沿ってご説明してまいります。まずは会員登録をしましょう。展示会のホームページトップにあるこのボタンをクリックすると登録画面が出てきます。こちらの今すぐ登録するから情報を入力すると登録は完了です。登録が完了するとオンラインサービスにアクセスする専用の URL がメールで送られてきますので、そちらにアクセスして入ります。こちらがオンラインサービスのエントランスページです。ここからは9月に開催された教育総合展を例に操作してみます。オンライン会場に入るにはこの展示会場はこちらを押します。ちなみにこの右側の緑のボタンを押すとサービスの使い方が PDF でも見られます。では実際に会場に入ってみましょう。オンライン会場に入るとこのような形で各ブースが一覧で表示されます。こんな感じですね。このようにブースにカーソルを合わせていくと各社の特徴が表示されるようになっています。目当ての会社や製品を探したいという時は画面左側の検索機能を使うと効率よくブースを探すことができます。こんな感じです。こちらのボタンを押すとフリーワードで検索することも可能です。さらにこの製品から探すを押すと、はい、このように出店サービスの画像一覧に切り替わります。こちらでも検索が可能です。では実際に一つブースに入ってみましょう。クリックするとこのようにブースの画面が出てきます。ブースには出店者の特徴、PR 動画などが表示されております。こちらの指のマークをクリックすると資料がダウンロードできるようになっています。また出店製品や会社概要もこの画面で確認することができます。出店者への問い合わせやコンタクトはブースのこちらのアイコンからできます。チャットやビデオ通話を使い出店者と打ち合わせや商談が可能です。またメッセージ機能でメールを送ることもできます。続いてこちらのアポ設定を押すとアポイント可能な担当者にアポイント申請ができます。こちらから日時を指定してアポイントを取ることができます。またこちらでミーティングの場所を展示会場かオンラインか選べるようになっているので希望に応じてアポイントを申請ください。オンラインの場合は会期当日にチャット機能やビデオ通話機能を使って打ち合わせをすることができます。ぜひ積極的にアポイントをお取りください。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したオンライン来場商談サービスは実際に展示会場に足を運べなくてもオンライン上でサービスの比較選定商談ができるようになっております。実際に展示会場に行くことができない方はこのサービスを使って効率的に商談を行っていただきたいと思っております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。